頑張っていきましょうよ、ね、いや最近ねちょっと思うんですけども、どうしたの？なんかね、あの移動とかしててね、うん、個人店のおもちゃ屋さん減ったなと思うんですよね、うん、ああ確かにね、個人で経営してるおもちゃ屋さんって昔たくさんありましたけども、うん、今もう大手さんだけですよね、ほぼね。そう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 、やっぱりね、子供の時とか思い出すとね、ああいうところ行くとね、うん、本当夢の国ですよ。そうですね、でまたね、そこの、店主さん、そうそうそう、店主さんなんかがね、こういうのがいいんじゃねえかとかアドバイスしてくれてね、うん、子供からしたらヒーローですよ。そうなのよ、うん、俺ね、ちょっと今日は子供のヒーローになりたい、うん、お子供のヒーローになりたい、おもちゃ屋さんやりたいわ俺。あ、おもちゃ屋さんやりたい、あ、いいんじゃないですか。だからキヨさ、ちょっとおもちゃやってもらっていい？なんでおもちゃやるんだよ俺おもちゃやるのおかしいだろ。ウッディみたくなるぞお前。キヨバズライトイヤーみたいな。なんでキヨバズライトイヤーってめちゃくちゃ難しいだろキヨバズライトイヤー、言いづらいだろ。違う、普通にお客さんやらせてくれ。あ、お客さんね、お客さんやる。はい、わかりました、はい、おもちゃ屋さんね、はい、お、珍しいな、今時個人で経営してるおもちゃ屋さんか。ちょっと行ってみようかな。ウィン、ようこそタカちゃん本舗へ。名前どうにかしろタカちゃん本舗おかしいだろお前、いきなり大手から名前パクってんじゃねえか。いや、ちょっと待ってくださいよ。なんだよ、タカちゃん、うん、本舗、うん、タカちゃん本舗、うん、オーケー？オーケーじゃねえよOK じゃねえよ、逆に OK なのかそれで。えー、じゃねえよ、いいのかそれ、名前パクってるけど赤ちゃん本舗から。あれ、ちょっと待ってください。なんすか？え、嘘、なんすか？え、ほんとっすか？いや、何がですか？いや、もしかして、うん、お客さん？そうだよ無駄だろ今のこのあれとか言うの。そうですよ、お客さんですよ。いや、なんか地上げ屋さんかなと思って。地上げ屋じゃねえよ、うるせえな。完全に俺の見た目で言ったろうが、そんな仕事してねえよ。じゃねえよ、おもちゃ屋さんね、こうやってきたの、はい、ちなみになんかお探しですか？あ、俺ね、甥っ子がいるんですけども。甥っ子探してんですか？甥っ子探してんじゃねえよ甥っ子が行方不明になってここに来たわけじゃねえよ俺は。いや、ちょっとそれ底辺ですね。いや、なんで底辺ですねって急に江戸っ子になったんだよ。うち店閉めますんで。閉めますんでじゃねえ、うるせえなお前。純宮城県民だろお前。じゃねえよ。じゃあ、こう甥っ子がいなくなったわけじゃないの、はい、じゃあ甥っ子がいるんだけども、で今から甥っ子に会いに行くからね、はい、で甥っ子に手土産にこうプレゼントのおもちゃでも買ってってあげようかなと思って。いいおじさんじゃないですか。 ありがとうございます、よおじさん。お前のおじさんって言うのよ、おじさんってお前に言われると腹立つわ。でもなんか見た目からすると、うん、ヒゲ長おじさんってどうか、ね、なんでヒゲ長おじさんって思うんですよ。足長おじさんみたいに言うな。そんなヒゲ長くねえわ、ちゃんと整えてるわ。あ、じゃあ整えおじさんだ。整えおじさんってなんだよ、ヒゲもうなくなってんぞお前。じゃねえよ、冗談じゃねえ。ちなみにそのおいっ子ちゃんって何歳ぐらいですか？おいっ子はね、今ね、小学校3年生で9歳。あ、9歳。9歳。ちなみにってすると、今肩車してんのがおいっ子ちゃん？してねえわ怖いこと言うんじゃねえよお前。なんか乗ってんのか俺の肩に。何笑ってんだよ何がおかしいんだ。俺だけか。おい気になるな、その話。大丈夫、大丈夫です。大丈夫ですって。しょうがないですよね、夏なんでね。いや、夏なんでしょうがないって何ですか。ですね、それはね。いや、夏過ぎたらいなくなってくれるんだったらいいけどさ。いや、それはしょうがないです、それは。しょうがないよね。じゃあちょっとおもちゃ探してみましょう。あ、お願いしますよ。なんかね、その小学校3年生の男の子が喜びそうなおもちゃをちょっと教えてくださいよ。あ、じゃあこれどうすか。何ですか。リカちゃん。バカなのか小学校3年生の男の子だってんだろうが、お前。リカちゃんなんかいらねえよ、お前。ダメっすかね。ダメに決まってんだろ、お前。リカちゃんなんか持ってったら、お前、どうしたんだろう、おじさんって言われるぞ、お前。何笑ってんの、お前。怖ぁ。怖ぁって、だからそうなるから。ええ。じゃあ、もっとちゃんと、いいやつを、なんか、アドバイスしよう。じゃあ、なんか、あれどうすか？戦隊もののロボットとか。あ、戦隊もののロボット？ええ。あ、確かにいいかもしんないね。男の子だしね。しかも今のやつって、なんかボタンとか押すと、必殺技とか喋るんすよ。あ、そうなんだ。ええ。音声機能みたいなのがついてんのね。かっこいいんすよ。スーパーメテオフラッシュとか。あ、スーパーメテオフラッシュとか。ふわふわホップクリームとか。いや、それなんだろ必殺技かも。ちょっと必殺技出てこなかったんで出てこなかったからつ、ふわふわもうホイップクリームってなんだ。じゃねえよ。ちょっと見てみます。あるんですか。展示品あるんで。あ、そうなんですか。すげえ細かいところまで出てきてるんですね。すごいっすよね、今リアルなんですよやっぱり。でこの背中のボタンを押すと必殺技と喋りますんで。あ、そうなんですか。じゃあ押してみていい。はい、ポチ。遊ぼうよ。怖いぞお前なんだこれお前遊ぼうよっつったなお前。今のこいつですね。こいつってやめろ。だからやめろお前、そのなんか俺の肩に乗ってるみたいなのは。こら、C! うるせえよC じゃねえ、それやめてくれよ、俺怖いから。ダメっすかね、これ。ダメだよ、もうこんなの持ってったらもう子供泣いちゃうよ。そっか。じゃあなんか他ないんですか、もっと。あ、じゃあこれどうすか。何ですか。リカちゃん。バカなのかなんでさっきからリカちゃん進めてくんだよ、お前。やっぱでも売れてますからね。売れてますからね、じゃねえ、それ女の子に売れてんだよ、お前。じゃねえよ、お前。確かに今最近リカちゃんキャッスルの CM 多いからな。じゃねえよ。何の話なんだよ、うるせえな。じゃあだから、じゃあ分かった。はい、せっかく今から行くから、なんかおいっ子と一緒になって遊べるようなおもちゃがいいな。あー、なるほど。うん、ちょっとあれどうすか？何ですか？ママごとセット。いや、だから、男の子は、
違うんすよ。えシャラップ。いや俺黙ってたけど今喋ってなかったけど俺。いや違う、今のやつすごいんすよ。何ですか。子供と一緒に遊んでて、そしてそれ遊んでるとこう自動的に最終的になんか食べ物ができるんすよ。食べ物ができる、ええ、ああなるほどね。あ、俺の時代もあった。なんかこう綿あめができちゃうみたいな。そうそうそう。でそれ実際ちゃんと食べれるんだよね。そう、お店屋さんごっことかね。あ、そこの子好きじゃないですか。なるほどね。あ、それを言うのいいかもしれない。しかも今すごい進化してるんですよ。あ、そうなんだ、ちょっと今展示にあるんでちょっとやってみます。あ、いいの、やらせてくれんの。これだったかな。おう、じゃちょっとこれ開けますね、はい、ちょっと説明書読むと、うん、付属のこの白い粉、うん、白い粉なんで俺見んだよ、うっせなんで白い粉で俺見んだよ。いやなんか急に緊迫感出てきた。緊迫感出てきたな、ね、うるせえな。俺が持ってきたわけじゃねえだろこの白い粉。違います。末端価格なんぼなんだ。末端価格うるせえな乗っただけだお前の話、いいから早く入れろお前。あ、じゃあこれを入れ て、はい、入れてでボタンを押しますと。ボタン押します。でこの棒で回すだけですね。それだけでいいの。あ、それみたいっす。あ、そうなの、ええ、これだけでできるの。できるのかな。なんでできるの、これ楽しみなの。すごいっすね、うん、あ、もうできたみたいっすよ。もうできたの、はい、簡単にできるんだね。あ、よし。なんだこれ。マカロン。マカロン。マカロン何笑ってんのマカロン。マカロンっすね。いや、お前白い粉入れてかき混ぜただけでマカロン出来上がるのか。それを見てください。なんで。しかも7色入ってますよ。どうなってんだお前それ。7色のマカロン。すごいっすね。すごいっすねじゃない。なんだこの機械すげえな。うわ、メーカー書いてますよ。メーカー書いてんだ。カズノリ池田。あいつだったのか。カズノリ池田。あいつだったのか。まあ、マカロン。あいつだったのかっていうのもおかしな話だけどお前。あいつって会ったことねえからそんなに。いや、カズノリ池田確かにマカロン有名だけどね、あ、そうなの。いやでもこれちょっといいわ。ダメっすか。俺マカロンあんまり苦手なんだ。あ、わかります。男の人多いっすよね、うん、あとあんまりねこういうおやつばっかり食べさせて、はい、太っちゃったら困るから。あ、なんかご主人みたいになっちゃうからさお前だよお前だよ。いやなんか俺の後ろのやつ見えてんの。俺の後ろのやつってなんだよ。だからその怖い話すんだよ。なんかお客さん能力開眼しちゃったのか。なんだ能力開眼。能力が開眼しねえ。うるせえな。そうですか。そうですかね。じゃあもっと別のやつ。あ、じゃあもういいよ、わかったわかった、はい。いやもうベタなんだけどね、はい、あの一緒に遊べるジェンガとかと。ジェンガ。うわ、ベタっすねー。ベタでもいいじゃん。ジェンガやったら面白いだろ。いや、できますけど。できますけど。じゃあちょっと見ててもらっていいですか、うん、じゃあいきますよ、うん、せーの。で、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 そう、もうジェンガじゃねえか。で、ジェンガだよ、ジェンガ。ジェンガ、お前。で、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 ジェンガにはなってねえし、お前。え、ジェンガにもなってねえし、俺が言ってるジェンガだから。あ、そっちですか。そっちですかってなんだよ、お前。頼まねえだろおもちゃ屋さんでそんな話。いやでも意外とやってみたら楽しいですよ。いや楽しいじゃねえよ。うるせえなお前。何の話なんだよ。ちょっとやってみましょう一緒に。いいよ冗談じゃねえ、やんねえよ。やりましょうよ。なんでだよ。やだよ。なんで俺おもちゃで急にジェンカ踊らなきゃいけないんだよ、恥ずかしいだろうが。いや大丈夫っすよ。お化けしか見てないんすから。それが怖いっつってんだよお化けちょこちょこ出すなお前。大丈夫っすよ。怖いだろお前。分かりました、俺後ろやりますんで。いやいいよお前。やってみましょう。いや、いいよ。おいこちゃんとやればいいじゃないですか。なんでだよ。じゃあ行きますよ。わかったよ。せーの。で、で、でれでれで、はい。で、で、でれでれで、以上。で、で、でれでれ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 で、ありがとうございました。止まったこれ。え？地上げ屋じゃねえよ。え？地上げ屋じゃねえよお前。ふざけんなよお前。お客さん、なんだ、嫌がってた割にキレありましたけどそういう仕事もしてっからだよ俺。そういう仕事もしてっからちょっとそっちの方にたけた、たけ、自分で言うんじゃねえよ何の話なんだよ。じゃねえよ。こんなおもちゃからお前ひげ生やしたお大の大人がお前ジェンカやって出てくんだぞお前ツイッターで話題になっちゃうよお前よ、有名人。うるせえなお前。ダメな意味で有名人じゃねえかよ。冗談じゃねえよ。ダメっすかね。なんだこのお店お前。さっきからお前リカちゃんしかちゃんとしたの出さねえしよ。はい、いい、まあ、二度と来ねえかな。あ、じゃあお客さんちょっとお詫びといったなんですけどもこれもらってください。なんだよ。あ、トイザラスのクーポンです。結局大手じゃねえかよ。いいかげんにしろ。来ました。